予算が今まで一番きつかったバイトや仕事は何ですか？私は真夏のスズメバチ駆除とリゾートバイトで夜中3時に海に入り、観光客が来るまでひたすら大量のナマコを沖へぶん投げる仕事でした。で、球技などやったことがないのに肩を壊してしまいました。そんな仕事あんの？真夏のスズメバチ駆除はなんとなくわかるけど、そんな仕事があるんだ。俺が一番やってきつかったバイトか。あ、一番きつかったバイトっていうか、友達が大学、俺が大学1年生かな、2年生なっとったかな、ぐらい、未成年の時に、友達がホストクラブでバイトしてて、バイトしててじゃない、働いてて。で、そこのホストクラブのナンバー2の人が誕生日で、でまあ、めちゃめちゃお客さんが来るから、そのホストじゃないけど、そのグラスを洗ったりしてる暇がないから、その皿洗いで入ってくれって言われて、で日当で1万出すよって言われて、いいねみたいな、行こうぜって言って、俺のその同級生と2人 で一応スーツは着てきてみたいな感じで言われて、着て行ったら、結局、まあ、めっちゃ人来るから、そのホストの数自体が足りなくなって、お前らもうそのまま洗ってなくていいから、とりあえず何番卓ついてみたいな。え、どういう、なんて言われて、その友達はなんて言って俺らを入れてんのかもう、その分かんなくて、いや、俺ら皿洗いだけって聞いてるんでとか、もう言えない雰囲気で、その、全くホストとして何も分からないまま、その、ナンバー2の人をお祝いに来た女の人とか待ってるわけよ。そのナンバー2はいろんな卓を行き来するから、その間来ないから。そこに座らされてっていうバイトをしたことあるんですけど、めっちゃ最悪だったね。なんかホストとかのこと舐めてたんだけど、こんなに大変な仕事なんだって思って、で、その給料まとばらいねって言われたけど、もうなんかそこに行きたくなさすぎて、俺と友達その給料さえもらいに行かんかったね。いや、マジ結構地獄で、ね、なんか一回前飛んだホストとかが、ヘルプで入ってて、そのいきさつを知ってる10代ぐらいの風俗嬢みたいな客の女が、なんか、殴り合いを命じて、ホスト同士の。で、まあ先輩後輩だから、後輩の方がもうその先輩に手出しができなくて、で後輩のやつが一回飛んでヘルプで戻ってきてるやつで、で馬乗りになってもこんな指輪だらけの手でもう顔面ボコボコに殴られて、そいつが、もうほんと血の海みたいになってて、で、それをこう、ずるずるずるって引き出して、店の外にそいつボイって捨てて、でも床が血だらけになってんの。バイト君それ拭いといて、みたいな。っていう感じだったね。で、それを見て、その、ね、10代の風俗嬢みたいなやつが、キャッ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 みたいな。地獄やんと思って。結構マジで、地獄やなと思いましたね。その他にもなんか、結構きついこといっぱいあったな。まあ、俺らはそんなことされないけど、もちろん。その環境が地獄やな。ホストって簡単じゃないなというか、うん、俺の友達自体もね、大して酒飲めないのに、その、ね、自分より年下のそれこそ水商売みたいな女に一気飲みさせられて、トイレ行って、全部吐いてすぐ戻ってきて、また飲んでみたいなのをずっとやってて、いや、これはハードやろうと思って、まあね、あれが一番きつかったかな、うん、バイトって入れるのかどうかもわかんないけど、社会見学みたいな感じだね。しんどかったですね、あれは。